言葉の森は元 NHK のアナウンサーらによって作られた任意団体である。NHK で初めて女性のアナウンス室長となった山根清ンは室長就任後も現場にこだわり続けた。任期満了後、それまでは NHK 放送研修センター、日本語センターに移籍するのが筋であったが、山根はここでも現場にこだわり続け、新たに組合を立ち上げることを決意。 2007年6月に NHK を退職後、先輩の広瀬信子、後輩の宮本隆に声をかけ、さらに事務会計方のスタッフ2名を加えた計5名が、資金を出し合って、有限責任事業組合として結成した。基本的に NHK、民放を問わず出演し、これまでの経験を生かして様々な社会貢献を行うことを活動の柱に挙げている。 今後大量に発生する段階の世代の NHK 退職者にも参加を呼びかけており、嘱託職員としての契約が切れた松平忠七も2007年12月に加入した。2013年度をもって有限責任事業組合を解散し、任意団体へと移行。ただし、ホームページは継続しており、所属アナウンサーのマネジメントは株式会社層に委託している。 現役続行退職穴が事業組合 NHK 山根さんら朝日新聞2007年12月25日閲覧松平穴フリー民放大争奪戦東京中日スポーツ2007年12月23日時点のオリジナルよりアーカイブ2007年12月25日閲覧ありがとうございます